医療班はいるか。で、これもらって。ローレル、落ち着け。で、オイルがこぼれてんのか。教えてくれ。大丈夫。私は大丈夫。で、壊れた冷却庫。先延ばしになっていたコイルの確認があったでしょう。ああ、金庫も取れない。詳しいことはわからないけど、そこでパルスが発生した。こんにちは。それでスーツの中にいる彼が焼かれたんだと思う。ああ、そういうことか。気の毒に。食らっちゃうと焼けちゃうんだな。植物園まで行けそうか。無理よ。キーカードはアンダースが持ってたから。オーケー。落ち着いて。あ、アンダースが持ってる。チャンバーには入るんじゃない。私はチーフエラサールを探しに行く。できるだけ早くセキュリティチームを向かわせよう。浜で5、4、3。なるほど。ここは1。ここは食らう？あ？あれ？発生しなかった。パルス発生しませんでした。あ、なんかある。メモ。4666。こんなとこに隠してあんの？あっという間に、あっという間に分かっちゃうじゃん、それ。バイオハザード廃棄物質はもらっておこう。これ4666で開くみたいですね。4666。で、武器のアップグレードキットと、リサイクラーチャージと、はいはい。いいね、いいね。プラズマ衝撃波が発生します。なんか、ああ、ちょっと離れてれば大丈夫ってことなのかな？あれ、まだ発生してない。ああ。あ、なるほどね。ガンスミスを取って、スローモーションか。まあ、確かにスローモーションあれば結構戦うの簡単そうだよね。ティフォン早いしな。え、これさ、これ、ここであれするとどうなるの？普通に歩いてくんの？おーおー。これは罠みたいな。感じだね。はいはい。なるほどなるほど。シェルターに避難してください。プラズマ衝撃波まで5、4、3、2、1。これ上になんか乗れたらアイテム取れそうなんだけどな。レバレッジで乗れる？あ、ダメだ、足りない。で、この中になんかアイテムが入ってる。ジョッコイルか。オッケーオッケー。で、これで、なるほど、死体からカードキーを取りに行ってこいよってことなんだ。これか、こいつか。よし、メンテナンストンネルのカードキーを手に入れた。プラズマ衝撃波が発生します。で、この中にいるとやばいから、チップセットもゲット。シェルターに避難してください。はいはい。プラズマ衝撃波まで5、4。ちょっと待って、チップつけちゃおう。これかな。プルパルションジェネレーション1。アルタクス推進システムの滑空速度が速くなる。うん、ジェネレーション1だから第一世代ってことだね。1。ここにいると食らうな。ああ、壊れた。いや、待って、ちょっと汚染されてんのが超いるんだけど。めっちゃ追っかけてきてる。あ、待って、やばいやばい。中に入っちゃった。中に入る必要は全くない。よしよし、ちょっと待って、一回逃げよう逃げよう。プラズマ衝撃波が発生。こいつは別に相手にする必要ないから、脱出脱出。警告、シェルターに。で、メンテナンストンネルにこれで入れるようになったから、よし、これはゲットしておこう。3。よし、脱出。1。で、こっちだね。植物園はこっち。つかスーツがボロボロだ。めっちゃ後ろから追っかけてきてる。開けろ、早く早く。で、ここは、おお、なんだ、
彼らにこんなことをさせるな。なんだなんだ、なんかこのよくわかんないモヤモヤに触ったらなんかなった。ちょっと待って、どっかに技術オペレーターがいるぞ。スーツ直してほしいんだけど、どこにいる？ Where? Where are you? 回復は使わないとちょっとまずいわ。おう、なんだ。全生態系は、はいはい、物質の生成を主眼としているようだ。なるほどね。初期の研究者はこれをコーラルと呼んだ。コーラル、ほうほう、美しい。だがその目的は明らかではない。コーラルが格納容器外に広がったことはなかった。今までは通ります。ん？どっかにいんのか。ちょっと待って、どこ通ってる、どこを通ってるの、あなた技術オペレーターどこだど、あ、え、あれ、いなくない？通りますとか言ってたけど、どこを通っていったんだ。ん？音的にはこっちなんだけどな。植物園はこっちか。お前か。動いてない、全然動いてない。お、ありがとう、ありがとうございます。で、こっち側が、はいはい、それはいいんですけど、そう、アイザック・クラークですね。こんばんは。まあそれはいいんだけど、あ、シャトルベイ、なんかシャトルベイに行けるのか。シャトルベイ行ってみたいな。ちょっとセーブして戦ってみるか。あー、ちょっとやばそう。これ攻撃したらやばかったやつだな、きっと。シャトルベイ入れる？あー、やばい、行き過ぎた。痛い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 。ちょやばいやばいやばい、ちょ、いろいろ来てるし、いろいろ来すぎだから。これシャトルベイ、何シャトルベイは、ちょっと待って、超焼かれてる、超焼かれてる。うわー、ちょっとここも汚染されてるんですけど。よしよし、もうなんだよいろいろやべえよ。で、あ、なんか武器のアップグレードキット。診断中、タイムが合わせ、パーツ交換が必要です。出てきてください。怖い怖い怖い、あの人超怖いんだけど。俺のパーツ交換しようとしてる。破損した回路、いや人間だからそういう破損した回路とかそういうのないと思うんだけど。わあ、燃料施設みたいなの来ちゃった。ちょっと間違ったんじゃないの俺。うわー、ちょっとめっちゃ追っかけてきてる。見つけましたじゃないよ。ちょっと待って、植物園行こう。よし、植物園向かう。待って、ウィーバーが超来てんだけど。何、一回ちょっかい出したから、すごいもう俺のこと追っかけてきてんのかな。パワープラントに障害。繰り返す。パワープラントに障害。おう。サム、急げ。チーフ。誰？俺は技術者じゃねえが、全力で。誰なのこの人。こちらセキュリティチーフのエラザール。聞こえる？よし、着いた。え、聞こえてる。なんか会話してるな。私のチームは貨物ベイにいる。あいつらもステーション全体をうろついてる。周りにあるものはすべてレンチで叩いて調べろ。先にレンチを調べろ。ああ、サム。おお、なるほど。あいつらは固定されていないものに姿を変え、隙あらば襲いかかってくる。おお。安全な場所に着いたらトランスクライブで連絡しろ。はいはい。確実な連絡先を教える。いいな。了解。これは何？生存者の会話ってこと？私のトランスクライブは冷却監視ステーションに置いてきてしまった。おお。それはやばい。それやばくない？今向かう。そこならロックできるし。ティフォンルア。大丈夫か？一息ついてるだけ。そう、なんか何があったの？ミカ、安全を確保しろ。それから連絡を。死ぬんじゃない、あのミカって人。これもう一個使っておこう。スーツコンディション上げて。じゃあ時間もいい感じだから、じゃあ植物園の中をちょっと見て、それで終わりにしましょうか。
よし、植物園到着。ディープストレージに入る。たどり着いたね。うん。素晴らしい。ディープストレージの入り口は植物園の先にある。そうみたいですね。君の兄のオフィスもそこだ。ああ、そういうことか。おお、です。君は彼に内緒でそう呼んでいた。はあ？兄がゼウスなら、君は何かな？ポセイドン、ハデス。ディスラプタースタン、スタンガン？何、武器？スタンガン？え、なんか弱そう。弱そうなんだけど。ディスラプタースタンガンは人間のターゲットを気絶させ、耐性のあるティフォンでも一時的に無力化できる。ロボットデバイスも一時的に無力化でき、最終的にディスラプターで破壊できる。はあ、じゃあ機械にはこれが効くってことか。新しいトランスクライブ聞いておこう。チア、応答して。こちらチーフエラザール。こちらチア、どうしましたか。ディープストレージのチーフ長に、アイテムがいっぱい入ってる。装置を再起動させろ。人事部が一度無効化したんだが、出発するシャトルには彼の記録がなかった。うん。彼がどこにいるか知りたい。それから目的地まで彼を連れて行け。了解、チーフ。不満のある従業員。まあそれはいいんだけど、不満があるんだったらね、それはしっかり伝えてください。で、ディスラプターは必要で、これがいらないんだね。これがいらない。これいらなくて、まあ、こんなもんか。こうだね。よしよしよし。そうだね。じゃあリサイクルしちゃおう。まあ、ジャニュアリーは、正確にはなんか人間じゃないですからね。ロボットっていうか人工知能だから。お、スーツ修復キットも作れるようになってる。アンチラット、あ、ショットガンの弾も作れるぞ。サイレンサーピストルも作れるようになってる。はあ。まあでも今は9ミリ弾だな。ああ、その前に、治療キットを、3つ作ろう。治療キットを3つ作って、ビチューバーチュー。ビチューバーチュー。ビチューバーチュー。で、それからの弾を、まあ、170発ぐらいは欲しいよな。200ぐらいは欲しい、200ぐらいは。ビチューバーチュー。ビチューバーチュー。で、あと1箱だね。で、これで200発。これで200発だね。で、ショッティの弾が29だから、これ何発ぐらい一気にできるんだろう。ビチューバーチュー。12か。そうでもないな。100発ぐらいは持っておきたいな。100発も作れるか？100発はちょっと作れなさそうだな。65。これラストにしとこうか。あんまり素材もいっぱいあるわけじゃないからな。で、アンチラット、スーツ修復キットはちょっと欲しいよな。これは、いくつか作っておきたい。割と使うからな。よし、OK。8、10個ぐらいは欲しいな。ビチューバーチュー。よし、これで一応、スーツ修復キットは10個。で、あとはアンチラットを2つ作っておこうか。そんなに使うかは分かんないけど、まあ持っといて損はないでしょう、アンチラット。よし、まあこんなもんかな。 OK ということで、じゃあね、今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。なんかすごい地鳴りしてるけど、じゃあ次回はね、このディープストレージに向かうために植物園を抜けていきたいと思います。ということで、ここまで見てくれてありがとうございました。